はい、それでは見ていきましょう。 TSF カップシャープ4第4回目開催です、うん、鉄拳オンラインチャレンジ2021道場32プラス大会1回戦ハイド破壊王 VS 守備見ていきましょう。P 側には、破壊王が、8月いっぱいまではこのキャラクターで行くと言っていた、アーマーキング。そして、その天敵とも言えるキャラクター、リン・シャオユーが、2P 側に登場している。さあ、開幕。あれですかね、はい、キングは、シャオユー苦手なのは結構有名な話ですけど、はい、アーマーキングもやっぱり苦手なんですね。アーマーキングもですね、ちょっと、まあ、キングに比べれば得意なんですけど、まあ、結局 1RP、RK 系統の技が方々に当たるんですけど、まあ、リスクが高いですよね。なるほど。まあ、もろもろの技が強化されてはいるので、そこをどう使うかというところではあるかなと思いますが。うん。さあ、開幕。まず、初めにレイジオドライブを使って、体力、残り体力削りたかったんですが、ここは、早めに切り返していきます。守備が1ラウンド先制。破壊王はですね、BSF カップ、BSF カップ、バックストリートファイターカップ、ファイターと裏取りのヒッポがね、主催になっている大会では、初めての、道場大会、進出だった、登場だったんですけれども、初登場ながら準優勝を飾るというね、やはりプロゲーマー非常に強い好成績を残しております。さあ、ここは壁に運んでランニングクロスドライバー1ミリ残る。今 KO したと思って止まっちゃいましたかね。さあ、攻撃。これはこの一瞬の油断がレイチャス、これはありますね。これは破壊王をランニングクロスドライバーにしてしまいますかね、したことによってですね、ちょっとやったこれは、はい、お残しはいけませんね。そうですね。やってしまいましたね今。今安定じゃなくて、おそらく前ダッシュしてからのこの半前地コンビネーションだったら、おそらく KO だったかなと。置き攻めプラスですからね。しかもそうですね、はい、そうですね。まあ、その守備選手が、ね、あそこでコビ脚を打ってくるっていうのも非常にうまかったですけどね。勝負をあそこで逆転するしかなかったというところでありますから。さあ、1ラウンドを取り返していきます。鉄拳士滅ですからね、アーマーキングの。アーマーキング滅すごいな。すごいよな。さあ、フリフレも捨てようとしまう。せおおぎ蹴りをさばいている。今かなり惑わせたんですがね、よく見ていました。破壊王落ち着いている。壁際レバークレックからローキック、ロブロ肩、これはでかいんですが、これ膝で拾えないんですね。小さいキャラクター直でスクリューさせなければならなかった。なるほど。まあ、ランクマッチでシャオユーと当たる機会が非常に少なくなったので、ちょっとねミスが出ましたかね。しかし2ラウンド取り返してファイナルラウンドへ。1回戦からバチバチの殴り合いになっている。かなり拮抗している。うまい。これは壁に運ぶ。ショルダー、ロブロ揺さぶって DDT 抜けています。頬でかわされている。横に強いんですが、生ロー当たんないんだ。生ローが当たらなかったですね今のは。さあ、小銭は拾わせない。喧嘩キックを打っていきます。これね、ウォールバウンドすれば KO という体力。独自力が少なくなった。30秒切るところ、ブラックスマッシュガードしている。ゾウは吸い込んだ。あ、まひそうマスドライバーから、これはクセブケを捉えました。破壊王がここなんとかギリギリ持ち直したと言っていいでしょうね。そうですね。ステージはアリーナステージを守備選んできましたね。あえて、まあ、いわゆる再戦を選んだと言っていいでしょうね。オフライン対戦であれば。なるほど。あと、円形だと、シャオユーの壁攻め、壁置き攻めがしやすいんで。なるほど。そういう点が、ループ性が強くなる。円形だと、強くなりますね。なるほどですね。ファイターさん、すいません。はい、ウィナーズのコメント欄の方で、はい、マー君さんがどうやら間違ってステージを選んでしまったというところで、うん、馬鹿さんにちょっと伝わってるかどうかが怪しいので、ちょっと放送内でも声かけしてもらってもいいでしょうか。今のでいいんじゃないですか。間違ってステージ選んだ。はい、間違ってステージ選んだので。俺もそう思った。今ね、大会の完全に運営の人だった。配信には載ってますから、声が。はい、ご安心ください。大丈夫ですよ。はい、はい、その通りになりますので、ちょっと馬鹿さんいらっしゃいましたら、ピンヤとワークやります。馬鹿大丈夫ですって言ってるので、マックンさんよかったです。伝わってます。はい、あ、よかったです。馬鹿、うん、さんはね、先日のマンバ杯ですね、私のサーバントのお前はトラミちゃんがですね、戦ってボロ雑巾にされましたけども、なんかね、すごかったんですよ。毒切りからのネタとかが初めて言いましたね。そうね。さあ、これはスーパーナックル確定している。
あ、じゃあスタッフの、どちらかピンアートワックの、はい、勝敗を入力いきまーす。はい、お願いします、はい、ありがとうございます。やってます。はい、お願いします。ありがとうございます。 OK です。 OK です。横移動から難しくて狙ったんですけどね、うんうんうん、ちょっと間に合わなかったです。さあ2ラウンド先制しているのは破壊王、見事です。はい、破壊王。明日はこの破壊王の名前がついたね、冠の大会、しかも道場100人規模の道場は、初めての開催ですからね今年は。さあそちらのにもね活躍のプレッシャーがかかる中、本日は どのようなね戦績を見せるのか非常に注目になります。まあ、対する守備もねかなり強豪のシャオユー使いですから、トッププレイヤーと言っていいでしょうね。シャオユーのトッププロとトッププレイヤーと言って過言ではないでしょう。しかし追い込まれている。何にギリ残りました、ね。返してる。レイジレブ。だからレイジで差し込んでどうだ。ツーチャンス。いやーここ早めのトラス使った。ちょっと壁との位置が難しかったですかね。ここは 2-0 で破壊を勝利。That type of pride ain't good for your health.